こんにノブのぶ吉岡です。ノブジャイブマファミリージャイブ動画講座始まります。えー、本日の、えー、テーマは動画の、ね、対面コーチング。えー、ワンポイントというか、ね、ピンポイントでここをちょっと直そうかなっていうところですね。えー、そのちょっとお話を本当にねピンポイント1個だけです、えー。だからよく聞いてくださいね。えー、聞,く聞き逃さないように。 っていうとこです、えー、これがセールはいくつだこれ4.7ぐらいなのかな、えー、ボードが74リッター、えー、ですね。で、まああのー、このところ急激にうまくなってきて、もうすごいぞという感じになってきます。えー、スタップインジャイブでホワレイキ、もう、えー、いろんな形ができてます。体のコンバージョンからね、いろんな形で。で今回ね、これ、この,あの画像だけでちょっと変わった点というのはこれね、 ちょっとこう腰の位置がちょっと1 0センチぐらい前に来たんですよ。前乗り、横乗りになったんです。で、えー、前乗りにもなるかもしれないっていうぐらいね、結構ね、しっかり横に。今までちょっと1 0センチぐらいの腰の位置が後ろで、ちょっとどうしても走り出しとかノーズが上がってたんだけど、それはしっかりとビシッとこうフラットに抑えられるようになった。ということで、えー、上りも取れてきてるし、いろんな面で、そんでブーム、だからブームでも下がってきちゃうんですね。 えー、腰の位置が 10cm 後ろにあってブ分ン土下げると脳性が上がっちゃってこれ走り出さない <laughs> だからセールをちょっと前出したりするんでどうしてもブ分ン土下がらなかったんですけどしっかりした横乗りができてきたっていうところはね、えー、この画像だけですと見るとあれな、まあ、ポイントはそこじゃないんですけどもね、えー、でもここのね横乗りっていうのは本当に重要なポイントでこの横乗りができるとジャイブが変わるんですよ実言うとね 上、えー、ってしっかりアプローチも取れてそして下ってアプローチジャブのアプローチも取れると全部すべてがうまくいくんですねそのその方がこの横乗り、まあ、横乗りについては、ね、もっと詳しく今度ねやって。えー なんだろうセミナーでもちょっと横乗り、徹底的に横乗りっていう、ちょっとやってみたいんですけどね、本当に基本中の基本この横乗りがしっかり出けと、ウィンドサービング変わる、ジャイブも変わるんですね。根本的なとこですね。セーリングホーム、根本的な、まあ、あの今日はその話,な話じゃないので、えー、流します。で、まずね、見てください。えー、もう、すごい、えー、スペシャルな上級者クラスになりましたね、ここ1年で、えー。それまでどうしてもテールジャイブ、テールジャイブっていうね、えー テールが沈んでって感じだったんだけど、本当にここに来て、一気に上手くなってきましたね。じゃあ見てください。下って、下って、ぐーっと、あち、ーっと、セール返した前さブき。よっしゃー、おいじゃんみたいな。どうですかいいでしょすごいでしょえー、ストラップ 2W、e、ほら、行き、おー、来た。ほら、最後までレールが入って、ボードが回ってますよね。えー、 ランニングを超えたあたりでセールを返してないですね、ぐっと回ってきてセールをした。セールを取ったときには、もうアビングの方向で向いてるというところです。で、これ、最後にね、やっぱり失速したんですね、最後のスイッチスタンスの形ができてないっていうのがあって、えーえーまあ、そこも練習がすごい必要なんですね、スイッチスタンスで走る練習っていうのはすごい必要なんで、これもね、えー、やっていくんですけども、今回のポイントっていうのはね、どこにあるかっていうと、実言うとここじゃないんですね、ぐっと来て、おー、いいね、おー、いいじゃないですか。ね。 おっと、しっかり来た。うん、入ってます。いいですね。お完璧にんます。今でこれはマストの送り出しをグでーっとできょおっと、送り出してるいいぞっていう感じ。うん。まあ、ここでまだポイント、本当はまあ、まあこう、今日はワンポイントなんで、そこを言わないようにしておきましょう。えー、ここでね、本当こう。 ちょっとすくう感じ、せいろすくう感じじゃなくこのすくう感じじゃなくて、えー、切る感じっていうのは、まあこれもまた今度やりましょう。えー、止まんなくなりますね、私もね。えー、20分、15分、10分から、えー、15分ぐらいまで終わらそうと思ったんですけど、このままいくと、多分、えー、30分しゃべっちゃいますので、ね、えー、ポイント、ワンポイントだけちょっと言います。で、グッときて、せいろを返した。おぉ、いいじゃないですか。いいね。おぉ、いいじゃない。 っていうところです、えー。これはワンポイント。どこかっていうと後半なんです。最後。やっぱり最後がうまくいかない。なぜかっていう必ず原因があるんですよね、えー。で、これ何が原因かっていうと、もうこの辺までいいですね。まあ、これ実言うとね、目線なんですよ。うん。ここまですごい、ここまで来てる。いいいい形ですね。えー、えー、すごい細かいこと言うとまだちょっとあるんですけども、この時に今目線がね、ちょっと下向いてるんですね。 えー、かなり下、足元ぐらいの目線になってるのかな、えー、これ、最初の、ね、法則で、えー、斜め45度内側の下を見るっていうことで、重心が下がっていいんですけども、これがある程度できていけど今度は、この、ある程度もでき形ができてきてますんで、実と目線をあと、15度から20度上げるんです。だから、顎がちょっと上がるんですよね。あのー、目線っていうのはもうセンサーなんで、 いつでも水平を取んない人だね、本来は。まあ、最初の練習的には下を向いてね、こうやってね、えー、重心が上がらないように、えー、斜め45度下を見て、こうやってね、斜め45度下、内側のね、えー、下を見るっていうのでね、こう、重心が下がっていいんですけども、ここまできたら今度は目線をちょっとそこから15度上げるんです。だから、顎がちょっと上がるんですよ。そうすると、目線っていうのが必ず水平線、えー、地球上の水平線、水面。 に平行になるようにすると遠くが見れるんですよね。遠くが見れるというかちょっとこう足元じゃなくてちょっと視界が広くなる。そうすると、えー、こうなんだうセンサー、体のバランス目はセンサーです体のバランスを取るのにキュッと本当に顎をね本当にキュッと開けるんです。15度程度。そうすると最後の,、ね、この余裕が出てくる。 大まかに言うと余裕が出てくる。大雑把に言うと余裕が出てくる感じだ。そうすると、実は言うとバランスが取れんですよ。目線でも視界、目で見えるもので人間ってのはバランス取りますから。目をつぶっててバランスが取れないってのはそういうことなんですね。必ず水平線、こう、バランス競技、バランスススポーツは、この目が水平線といつも平行になるようにすると、周りの状況が見えて、目から入ってくる情報によって、体のバランスをね、自然と取る。 そうすると賃が少なくなるんですね。えー、まあ、そこまあ。ね。だから、ここで今、ちょっと下がったんじゃないですか。ブームの下からのぞく。ブームの下からのじいても、ちょっと上目で、上目目線で、いつも水平になるように、こうやって、水平線と水平になるようにいつも見るっていう。その時に、だから、ちょっと顎が上がるんですね、えー。それちょっと意識すると、これ本当にピンポイントです。もう結構で、ね、重要なんですね。ね、えー。で、こう来て、はい。まだちょっとしてますよね。だから、これが、くちょっと顎、ちょっと顎がると上がるっていう感じなんですよ。ええー。 で、ここからセールを返します。ほら、セールを返すとも、ちょっとずっと下 <laughs> あ。すみません。ずっとちょっと下見てるんですね。ほら、ね。で、セールを取る。ほら、ちょっとの目線が上目遣いじゃないですね。これ、ちょっとこう、顎を引いちゃってる状態。ちょっと上げるんです。いつでも水平を取れるようなイメージ。で、ここでしっかりとこうやって、お、来た。ここの時きに重さなんです。 顎ががちょっと上がるんです全部でここの今見てるこの目線をこっちを見るような感じ反対側の水平線を見る水面の水平線を見るっていう感じにするんですよほらずっと下見てるでしょえそうするとこれバランスを実言うと崩しやすいんですよからずっと足元見て顎をちょっと上げるんですあすいませんねそうほらずっと下見て,てるんじゃないですか 足元をずっと見てる。そうすると、もうここ、重心がだから下がっちゃうんですよ。これを、顎ちょっと上げて、こっちを見ることによって、スピードに負けない、前傾を保,って保つことが、ね、目線だけで結構できるんですよね。だから結構、目線って重要。えー、だからこの目線をちょっと気をつけさいこれで見れば分かりますよね。真下見てますからね。もうそうすると、なんかこう、この辺に重心かかっちゃうなって気がするじゃないですか。えー、で、これからがキュッと少し上がって、こっちを見ると、フッと前に乗せやすいんですね。えー じゃあこれからもう一回見てみると分かると思うんですけども全体的に目線がちょっと低いんですよねこれは最初の練習でねそういうふうにお伝えしたから別にいいんですけどもある程度形ができてぐっと回ってきたら今度はしっかりとした今度はんだろうフォーカスして回転する方向だけ見る今度はそれができてきた今度は大きな目線だからもうんだろう自分をこう遠くから見てるような感じに今度は そういうイメージで今度は見るんですよね。全体的を。そうすると目線がクッと上がることによって地球が見れるんですよ。大きく言うとですよ。これちょっと大きく言いすぎですよね。地球を見ることができる。今はどっちかと,いうと水面のピンポイントを見て。もうフォーカスしすぎ、ええ。フォーカスすることはいいんです。フォーカスしてガーッときて、できてきたら今度は地球を見る。もうそのくらい大きなつもり。そうてると箱がキュッと上がって、おっ どどこだどこだだ水平線どこだっおあっちに対岸があるあっちに海がある白波があるって全部こうやってあっちに人がいるっていうそういう目線になってくるそうするとバランスを自然と目のセンサーで体に伝えるんですよねあこのバランスだこのバランスだっていう勝手に目の情報が体のバランスを整えてくる目をつぶってたらねよく分かりますね目をつぶってたらバランス取れないと一緒ですよね 目開いてるんだけど下のピンポイントだけ見てるそれをクッと顎を1 5 c m 1 5ンチぐらい1 5ンチ、1 5度、2 0度、キュッと上げることによって今までピンポイント見せたのは大きな視野で本当に見れる見るっていう本当の見るっていう意味になってくるんですねな上級者っていうのは大体このいつもちょっとこういつも水平線をこうやっていつも見てるようなこう感じなんですねそこがねピンポイント今日のピンポイント目線なんですよえ 頭下がってんじゃないですか、これ、完璧に。これ、キュッとここで上げてあげればいいんですよ。上げてください、顎を少し。ね、え最初はね上、上目遣いでも構わないですね。そこで上目遣いすることで、ちょっとあがんですね、そのくらいなんですね、イメージ的には、ねえ。そうすると、目がいろんな情報を与えてくるわけですよ。スピードが足りない。ね、え失速し始めた。ブローがあそこにある。水平線こっち。ね、ちょっとバランス崩してる。 目が見た情報を体に伝えてくるんですね。そのくらい目っていうのは重要なんですね。ねえだからぜひとも、えー、今日の、えー、ピンポイントは目線。えー、必ずこうちょっと顎をキュッと少し上げてあげて目線をいつも、上目使いで水平線をいつもこうやって。顎でね、ゴーンと思いっきり上げちゃうと重心上がっちゃいますからね。じゃなくてこの状態でクッと顎だけちょっと上げてあげて。そしていつでも目からの情報を 今度はピンポイントで1箇所見るんだけど、今度は大きく見れるような状態になりますから、そうすると後半、もう本当にこれ、なんつうの、こう、うーん、ちょっと話するとね、こう、大ざっぱすぎと思うかもしれないけど、目の情報っていうのはそういうものですからね、その目の情報をガッとちゃんと、本当に今まではちょっと半開きだったのが、カッとこう、大きく見れるようになります、今度視界が。そうするとまた変わります。 いろんなところで力が抜けたりとか、勝手に目の情報が体に伝えてくれて、いろんなバランスをとってくれます。ということです、えー。本日のピンポイントは、えー、ピンポイントの教えー、シェアは、えー、大きな視野を持つっていうふうに、ね、言った方がいいのかな。えー、そうなります、えー。ちょっとクッと顎を上げて、えー、やってください。ここまでしっかりもう形がね、重心も下ってできている方なんで、ちょっとクッと上げる。そうするととんでもなくまたかかりますので、ぜひやってみてください。えー すごいですよ、えー。もうここまでできたスクラップインジャブでガーッとおーセル倒れてる。わっと俺目線がーっと,ーっとなんか最後硬い感じしてますよね。というとこです。えー、本日の、えー、テーマは、テーマっていうかね、お伝えしたいことは、えー、顎をキュッと上げて目線を水平線と平行にして、ちょっと大きな視野で見る。地球を見る。 今で水面の一箇所見せたのが地球を見るっていうそういう感じにしてください。そうするとね、本当にいろんなところの力が抜けてもっともっと良くなります、えー。またね、これをちょっと見て先ほど言った、えー、次回はね、次回、えー、何回か先になるかもしれないけどこう送り出しのこうセールを上げるときに救うんじゃなくて切るっていうちょっとお話をしていきたいと思います。えー、楽しみにしてください。えー、本日のポイントは、えー、ピンポイントは目線です。 ぜひともちょっと気をつけて、ちょっとこれからちょっと MTT イメージトレーニングをちょっとしてみてください。必ず、えー、人間というのは、えー、目でバランスをとりますから、えー、だから目線は視界、えー、視野、えー、視覚、ものすごい大,大切です。ぜひとも、えーちょっとえー、しっかりと、ね、MTT で頑張って練習してみてください。本日もありがとうございました。